中部地区大会ということですけれども、はい、どうですかチームの様子は。そうですね、なかなかコロナの状況で、練習試合とかもなかなかできなかったんですけど、まあ、なんとか3月に入って少しずつ、ゲームとかも経験させてもらいながら、まあ新入生も含めて初めての大会なので、まあ、1試合1試合、チームが慣れていけばいいかなという段階ですかね、はい、いろんなところを監督としてケアしていかれたと思うんですけれども、はい、気持ちの分と体力の分それぞれどういったところをケアされたか教えていただけますか。まあ、気持ちの部分はですね、とにかく自分たちが目指す目標とあと個人の目標ですね、そこにやっぱ気持ちを集中させるっていうことをやっぱ一番生徒とコミュニケーションを取りながら、やってきたのと、やっぱり練習時間にもやっぱり限りが出てくるので、まあ、そういう中で、フィジカルだったりスタミナの強化ですね、もう日にちをこう上手に使い分けながら強化をしてきました、はい、どうでしょう今回無観客ということなんですけれど、はい、雰囲気はやっぱ違いますか。全然違いますね。なんかね、3年生にとっては最後の大会が今からずっと始まるので、本当は多くのね、保護者はじめいろんな人に見ていただきたい気持ちなんですけど、どうしてもやっぱ会場にポッと入るとね誰もいない状況なので、なんか練習試合みたいな感じがあるので、その辺の気持ちを高めていくのも少しちょっと難しいのかなっていう気がしてます、はい、じゃあ日頃の応援声援っていうのはやっぱり力になってたってことですね。そうですね。どうでしょう、その保護者の方とか OB、OG の皆さんからは何かメッセージとかご支援はあったんですか。はい、そうですね、試合の映像を保護者とかに送るようにしてますので、まあ、そういったのを保護者も楽しみ、唯一の楽しみにですねされてると思いますので、一人でも多くの選手をコートの中に立たせて、頑張ってる姿を応援してほしいなと思ってます。じゃ最後に監督としての意気込みを一言お願いします。はい、自分たちが毎日練習していることの、発表会だと思ってるので、とにかくもうゲームは選手がもう主役になってくるので、思う存分バスケットボールを楽しんでほしいなと思います。楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。よろしくお願いします。お願いします。中部地区大会ということなんですけれども、準備の方はいかがですか。はい、大丈夫です。具体的にどんな準備をしてきましたか。やっぱり自分たちがインターハイベスト8になるために、自分たちのバスケットを徹底的にやるっていうのを準備してきました。コロナ禍でいろいろ大変だったんじゃないですか。はい、練習中とかもやっぱり感染対策っていうかマスクをつけてとかいうのは練習中からもやってきました。ご家族はなんかいろんな支えとかがありましたか。はい、やっぱり大会も見に来れないんですけど、連絡してくれて応援してくれてます。励みになりますね、はい、では最後に今日の意気込みをお願いします。はい、出だしから自分たちのトランジションバスケットができるようにしっかりアップから準備していきたいと思います。頑張ってください、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。中部地区大会ということですけれども、チームの調子はいかがですか。うちは下から上がってきているチームなので、もう毎回毎回チャレンジ精神で、調子がいい悪いじゃなくとにかく全力で頑張るだけです。チャレンジ精神、はい、監督としてはどうやってこう気持ちを高めているんですかね。そうですね、今日は聖火戦なんですけど、聖火女子のチームはもう私も生徒も目標にしているチームなので、そのチームとできるっていうことはもう本当にありがたいことだし、もうとにかく、やりながら相手から学ぶという気持ちでやろうということを言ってます。どうでしょう、チャレンジするだけでもものすごく大変だと思うんですけど、今回コロナ禍ということじゃないですか、やっぱり苦労っていうのはされましたか。苦労っていうかですね、生徒が試合経験を積んでないので、新人戦も県大会がないままで、そういうジレンマはあったと思います。で、今回試合ができることで本当にありがたいという気持ち持ってますし、
だから一戦一戦本当に大事に、今まで以上になんかあの試合に対して、まあ、集中力とか、気持ちを持っていると思います。バスケットボールをする上で、まあ、気持ちとか体力とかいろいろケアされると思うんですけど、監督は何を一番心がけてきましたか？そうですね、うちは経験のない生徒なので、自信がないんですね。だからなんか私が喝を入れることによって、自分の力を発揮したりとか、まあ、怒られることによって奮起したりとか、ちょっと生徒 その眠ってるこう力を出すことが私の役目かなというふうに思ってます。結構喝を入れてきたんですか？はい、はい、でもそれでね、ガッと背中を押されたんじゃないですかね。そうですかね、はい、じゃあ最後に監督として意気込みというのを聞かせてもらってよろしいですか？今日はもう本当に勉強する気持ちと、生徒がどこまでやれるかなっていう私自身も楽しみもありますので、今日の試合大事に楽しく頑張りたいと思います。わかりました、ありがとうございました。どうもありがとうございました。中部地区大会ということですけれども、はい、どんなお気持ちですか今？自分たちは県立高校で、ただでさえ時間が短い中でコロナで練習ももっとできなかったけど、ここまで来れたからの成果にも強気で戦っていきたいと思います。コロナ禍でいろいろ大変だったんじゃないですか？はい、なんか練習をするのも大変だったと思うし、はい、気持ちはどうやって高めていったんですか、キャプテンとして？自分たち3年生が7人いるんですけど、7人で、しっかり声かけ合って高めてやってきました。じゃあこれから試合が始まりますけれども、最後に一言意気込みをお願いします。はい、自分たちが今までやってきたことを精一杯コートの中で全員が 100% 出していきたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。
でしたか？自分たちがこうトランジションディフェンスっていうのはできてたと思うんですけど、逆に相手にブレイクとかをやられてたのは今日の課題だと思います。まあ、勝利したということなんですけれども、それに関してはいかがですか？はい、次につなげられるようにしていきたいと思います。すごくいい試合だったと思うんですけれども、個人的には何かこう課題とかは見つかったじゃないですか？はい、個人的にはやっぱり自分がファールしてしまったのがをファールしてしまったことでチームの流れを変えてしまったかなって思います。何かこうその時監督に声をかけられました？いや、あんまり言えない。どうでしょう、これからどんどんね、はい、勝ち上っていくということですけれども、チームとしての目標とか課題を教えてください。チームはインターハイベスト8になることが目標なので、まず一つ一つの試合をしっかり勝ちにつなげられたらいいと思います。何かみんなメンバーには声をかけたりはしたんですか？はい、やっぱりこう自分たちの流れ、いい流れになる時っていうのはみんながこう盛り上がってる時なので、そういうのを全員でこう鼓舞していけるようにしていきたいです。これからも楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。試合を終えてみていかがですか？もっとチームがチームになってやってればもうちょっと戦えたかなと思います。個人的にはどんな課題とかが見つかりましたか？練習でやったこと、特にディフェンスとかが自分のあれが 出せなかったかなと思いました。試合中もそして合間合間にも監督がいろんな声をかけてくださったと思うんですけれども、はい、どんな言葉が印象的でした？ムナコは本当に後半で走るバスケットをやるんですけど、その言葉が響きましたか？はい。じゃあこれからね、どんどんいろんな練習とかをしていくと思うんですけれども、はい、これからの目標っていうのを教えてください。はい、県大会まで、そして自分たちの引退まで残り少ない時間ですが、できることを精一杯やって最後の大会を迎えたいと思います。これからも応援してます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。